こんばんは、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 みんな、こんばんは。あ、そうだ、シェアをしなきゃいけない。ちょっと待ってください。これでいいのか。できた。はいはい、ちょっと 2,3 分経ってから喋ろっと。こんばんは、赤堀です。星ありがとうございます、投げてくださって。お疲れ様、ありがとう。上海さん、ハートありがとうございます。ありがとう、みんな。癖って何が、何がや、何が癖かな。白い服じゃないんだね。そう、白くないですね。何も、何用意したの。2個用意したよ。何癖って、何癖って。ジーシャンさん、ハートありがとうございます。何のことかな、何、何がやったしたかな今。どういうこと、ツイッターへの共有だって。みんな知ってるからした方がいいかなと思って、普通の配信でも。そう、やり方を知ったのでね。ちょっと前髪がおかしいんだ。星投げのカウントの癖、どういうこと、どういうこと、ちょ、わかんないんで、まあほっときます。拡散したい星投げとカウントの、あ、そういうことね、そういうことね。カルピスウォーター用意した。私もカルピスある。ギフトのお礼じゃない。あー、ギフトのお礼か。いつもしてるね。いつもしてるかな。前髪がおかしくてやばいなって、やばいなっていう事件が起きてる、やばいなっていう事件が起きてる。四角さん、だるまありがとうございます。ちょっとやばいやばい、まあいいや、もうもういいっすよもう。大チョコピーマルさん、かわいい、ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございました。2位をありがとうございました。初見です、どうも。星投げカウント3周、3分前に飲み始めた。ああ、いいよ、全然気にしないで。皆さん本当にありがとうございました。そうだそうですよ、2位です。2位ありがとうございました。ちょっと前髪で、前が見えないんですよね。ねえ、楽しい1週間でしたね。本当にありがとうございます。お久しぶりです、お久しぶりです。お疲れ様でした、ありがとうございます。皆さん本当にね、ありがとうございました。ということでね、マジびっくりした。見染めてありがとう。後ろにないの違和感、本当。そう、みんなが応援してくれたからね。そうですそうです。あとね、見てこれ書いたんですよ。あとでツイッターに載せますね。全然見えないでしょ、1位から100位の方。わ、顔映った。そう書いたんですよこれ、1位から100位の方。もうそれ以外の方も本当にありがとうございます。そう書いたけどさ、細かすぎてさ見えないんだ。いつ載せるかさ迷って、そうで、ちょっとうまく書けなくて書き直しまくったんですよ。遅くなりました、とても。ごめんね、遅くなっちゃった。ノリが軽い。そうそう、見たい見たい。後で載せるから見てね。泣いた、泣くなて。マーコポン、ありがとう。拡大して何枚かね。うん、このまま載せる。キミカ、キミカさん、キミカちゃん、余裕で入ってなくて、ありがとう。いつもコメントしてくれて、私は見てた。あとね、クマの、あの最終日の
配信でギフトをなんかちゃんと読めなくて、でもなんか頑張って遡ったけど見つけることができなくて、だから本当に皆さんありがとうございましたって言って最終日のランキングを今呼びます。最終日のランキングをねスクショしておいたので、本当のカタカナもいつかお願いします。わかりました、いつか。そう、最終日のラストのランキングの壇上の方たちを読みたいと思います。13位ムッさんありがとうございました。12位コウジさんありがとうございました。11位日本の米は世界一さんありがとう。10位トミーさんありがとうございます。9位オカピさんありがとうございました。8位ハットさんありがとうございました。7位給食の亡霊さんありがとうございました。6位セカンドプライスさんありがとうございます。なんか終わるみたいだね、終わんないよ全然。5位ママさんありがとうございました。4位おトマトさんありがとう。3位もふやまさんありがとうございました。2位クリップさんありがとうございます。1位シマンチュールさんありがとうございました。本当にちょっといっぱい見失ってしまって、そうそうそう、自分もやつこさ思ってなかった。みんな本当ありがとう、お疲れ様って、終わんないよって。時の枠何時、5分後かな。平野先生さんバラありがとうございます。5分枠さあったじゃん、せもし間に合わね、間に合わせねえ。5分枠あったじゃないですか、最終日のその日の、ランキングも一応ねあるんですけど、どうしますっていう、2回分捨てぼしてるんですか、わからないです。どうしようと思って、なんか何も、なんかすごい今日光、すごい光飛びしてるね、本当ごめん。まあいいのよ、ちょっと本当に前髪が気になっちゃって。ママさんハートありがとう、たくさんねギフトを投げていただいて本当にありがとうございます。間違えた、ゆっちだ、何がだ。なんかさ、いつもこれに貼ってあったからさ、その絵でちょっと光飛びが抑えられてたかもしれないけどさ、ちょっと白飛びしちゃうよね、ごめんなさい本当。あ、もういい、もう諦めた方がいい、これは無理無理光飛びは無理。キンキンさん、ママさん、カイサさんありがとうございます、ハート。いいのよいいのよいいのよ。それでね、実は私初日っていうか7日間のクマタオルを投げてくれた方をねメモっていたんですよ。優しい世界、そう優しい世界は白いんですよね。もう何分やってる、もう10分ぐらいやってる、私やってないまだいつものキミちゃん本当。そうメモっていたんですよね。だけど、まあ、途中から見失いまして、そう見失いまして、ゆっちとこっち間違えて、うん、どういうことだ。そうメモってたんですよ、でも途中から見失いまして、最終日はなんか見失ってしまったっていう、そう見失っちゃったんですよ。だから最終日のなんか絶対に 100% 抜けてるんですね、でそれが申し訳ないみたいな感じで、ちょ一応まとめたけどちょっと見せないでおきます。いつかも10年後ぐらいに見せますね。じゃあこれ、そうなんかねあったかもしれない。
一瞬見せようかな。じゃ 100% 抜けてるんだよなっていう。おかぴさんありがとう。すごい先だね。なんで見せたくないの？なんかあのもし忘れ書くの忘れてる人がいたら申し訳ないか。ママさんありがとう。ハート、どんな配信したっけ私も。ちょっとどんなこと喋ってたっけ思い出せない。小林さんありがとうございます。雷にしたい。そう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 ね、タコタワーみたいな、なんかハートとか。でもねすごいんだよねこれだけで。すごい皆さんが投げてくれて、すごいびっくりしたもんこれ書いてる時。クマ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 って、ね、いろいろやってたね。1週間早すぎてねびっくりした。尊いありがとうございます。とりあえず乾杯しないとか、あするしとくしとくか。どっちにしよう。カルピスにするね私。じゃあみんなも飲んでいいですよ。開かない、開いた。イエーイカルピス、皆さん本当にありがとうございました。イエーイ、飲んでる。もうみんな豆乳飲みます。ありちゃんと注いだ。ちょっと待って、ストローが開かないの。乾杯。乾杯乾杯。開かないよ本当に。皆さんありがとうございました。乾杯乾杯。カルピスの豆乳入れて美味しいの？美味しいこれ。みんな何飲んでるの？なんか飲んでるの？みんな濃いめが大好きです。濃いめ飲んでるよカルピスの。お酒かみんな。ネイル見せて。今日ねネイルねやったんですよ。ちょっとねやだ。ファミマのいちごミルクいいな。もうどこいさあ、前からずっと探してるのにないんだよね。水いいね。コーヒー、コーヒー、牛乳。みんな何やばい。ちょっとね汚いんですよ。まあ、汚いぐらいが可愛いんですけどねネイルって。持論。何の話しようかな。タピオカ飲んでるんだ。どの指だ、どの指だ見せれるんだろう。可愛い可愛いんですよ。透明透明なのかな。自分でやりました。ちょっとまあチラチラ映るときに見てください。何の話しよう。本当にありがとうございましたっていう話ですよ皆さん。カレー飲んでる。いいじゃん。ありがとうだるま。コーラもあるんだ私実は。コーラとカルピスがあって。振り返ってみたら。振り返る、振り返る難しいな。振り返るって、ね、そのすごいすごい。じゃあ皆さんも振り返ってくださいね。大人っぽい顔になった気がする。あよかったそれは。本当に、ね、ありがとうございましたっていうのを伝えたいんですよ本当に。振り返れないから。そう早すぎてさ、なんか私もう3日ぐらいの体感だったんですよ実は。もう15分も経ったよ。やっぱちょっとやばいよこれ。もうめっちゃやってるよ。そう本当ね。
3分ぐらい、3分じゃない、間違えた、3日間ぐらいの本当になんか時間感覚みたいな、気づいたらブログとかさ見てさ、普通に3日ぐらいしかブログ書いてないつもりがさ、同じタイトルのブログが 7個あってさ、びっくりしたね。本当に最初本当にね、あの1位とか2位とかをずっと往復させて、そう皆さんのおかげでね、1、2、1、2ってそう一緒に1位になったりしてたんですけど、ちょっと本当ごめんなさい、前髪が前髪がちょっと邪魔をしてくる話の、ちょっとどうしよう、こんな前髪がって言ったら、あ、まあいいやもう。そうだ、それねでしたんですよ。そうなってて本当にびっくりして、だからなんかいきなり前日に立候補したから、一番美味しかったものは、期間中で一番美味しかったものは、期間中で一番美味しかったもの、へー思い出せないな。あ、ラッシー飲んだ。ブログ1週間分まとめてました、ありがとうございます。そう、そう1位とか2位とかにね、なれると思ってなかったんですよ、もともとは。だけどそう絶対なれないと思ってたから、あの離婚をした時に、あ、もうこれやんないで後悔するならやって後悔しようと思って、そうあれしたんですよ、やりますっていうの。ちょ、日本語が下手すぎないか、ちょっと私国語辞典持ってこようかな。それは同意、何がや、何が同意なんや。前日にね、前日にね、そうショールームのルールもね知らない私が、帰国子女、いや全然もう生まれた時からジャパニーズって感じ。それでね、そんな思ってなかったんですよ、だから本当にびっくりしました。立候補急遂、そうずっと迷ってたんですよ。で一番最初にどこだっけ、 NMB さんかな、 NMB の時に AKB グループだったから、これ SK もあるんだなと思って、あやりたいなっていうのを、あのちょうど髪触れのリハぐらいの時だったんで喋ってて、そうやろうと思ってたんですけど、まあね、そのいざ SK の枠になると、まあ迷いまして、で、私の説明できますか？できますよ。特茶しかないけど来たよ。いいじゃん、特茶。そう、めっちゃね、迷ってたんですよ。そう、でもね、よかったなって、ほんと出て。星捨て覚えた、私も星捨て覚えたよ。前日マジで頑張って覚えた。出てよかった、よかった、本当本当によかったと思ってます。私はそう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 、そうブログにね何か書き忘れたんだって思ったけど、ちょっと思い出せないから、ちょっと多分これ終わるまでには思い出せると思うから頑張って思い出しますね。これ一瞬見せるとこんな感じだったんですよ、クマさんのやつ見えた今。頑張るんば、そうそう、ん、好感度爆上げで良かったと思う。あ、本当ですか、好感度上がりましたか。もともとめちゃめちゃ 下だったみたいなやつかもしれないけど、カエルに見えた、クマやん、クマ。赤堀キメを詳しく知った、本当良かったです。そう、もともとね、そんなショールームとかをするタイプじゃなかったんで、あのね、あのショールームのさ、みたいなルームレベルとかさが本当にあんまりなかったから、余計にね、関係あるか分かんないんですけど、ルームレベルが、ちょっと近いな今日も。ショールーム見たことなかった、本当
そうね、たくさんの方に知ってもらうこともできたし、まあ、2位になれたし嬉しくて、それも嬉しい。なんか助けてもらってばかりだったんですけど、本当に嬉しかったですね。カイサさんありがとうございます。 YDK、 私 YDK らしいね。9期最高だね。今度ももたんとゆっちと一緒にね出かけれるようになったらお疲れ様会しようねって言ってます。今何分だった？20分ぐらいか。やればできる。それな9期いいよな。え、今更ですか？私9期もずっといいと思ってますよ。ゆっちの電話、そう、ゆっちがゆっちのなんていう、最終日の、 あの配信の後にゆっちのショールームのルームで、そう、一緒にね電話をちょっとしたんですけど、そのことかなっていう。本当にみんなありがとうございます。マジで感謝しました。一生の思い出ですよこれは。なんだこれは。青海さんもね、そう、青海さんとか同期が本当に助けてくれたんですよ。ゆっちに合わせて先に合わせた、全然たまたま私が終わってゆっちのとこ入ったらゆっちが電話してくれただけです。マジね、みんなね本当にね助けてくれたんですよ。それで終わった後にさ、さーとか言っちゃった終わった後にあの配信終わってちょっとやってたんです、アフター配信みたいなのね。やった後に全て終わってあの LINE 開いたらバーってみんなからメッセージ来てて、同期とか先輩とかから。マジで感動だよね。びっくりした。本当嬉しかった。マジで嬉しかったな。すごいでしょ。本当にスケイってねやばいんだよ。心が綺麗すぎる。泣いた？泣いてないです泣いてないですけど、そう、りょうはさんとかさきさんとかからも来たし嬉しかったですね。けいちゃんの泣きが見たかったの。じゃあまたいつかね見てください。頑張って泣き、泣いた方がよかった。あき、目薬忘れちゃったから泣けないわ。こちらは泣いた。あ、本当？本当か。こちらはね泣いてないんですよねキンキンさんありがとう、ハート。このクマのやつマジさ、ちゃんと本当にちょっと本当にねちゃんとか、ちゃんとねメモれればよかった。人生って何回ぐらい泣いたことある？生まれた時泣きましたよ私そりゃそうだろ。何の話しよう次は。ブログに何書いたっけん、大変だったこととか別にないですよ私は。私はないです。すっぴんが見れなかった。すっぴんはね見せないですね、何かがない限り。フィンランドミラクルはまだですね。サキさんとは連絡したの？しました。グラビアは9期誰が出るの？たくさん出ますよね。9期いっぱい出ると思います。今日その話した。一生分のありがとう聞いたけど、それ本当？ありがとうすぎて一生ありがとう言って。可愛くがあんま見えんかった、ごめん。それはマジでごめんなんだけど、
いつかねどこかで見せれたらいいですね。最初から最後は落ち着いてたらよかった。ほんと落ち着いてた。大富豪当番はいつ、昨日でした。昨日と次いつかな、わかんないけど。大富豪当番ってさ、そんなみんな知ってることなのかな。豆の写真がもらえてた。いつのだ、いつの豆か。でコーラ負けていいかな。ね、大富豪当番ってそんなさ有名なの。やばい、あっコーラ開けちゃった。そんな、そんな知ってるんだかみんな。そんな、当番っていうか、まあ大富豪当番なんかないですよ別に。みんなやってるって、私今日もやったし。ないよ当番なんて。やめなさいみんな。やめなさい、みんなやってるよ。後でやろうよ。いいよやろう。じゃあ昨日とかマジずっとやってた。まあね、あのあれですけど、コーラゼロ。当たりません。本当ですか。私結構やってるし、昨日ねやろうと思って、私がやろうと思った時に青海もちょうど始めたんですよ。そしたら青海と1回目で、あのあれして対決みたいな。ケロヨンさんありがとう。そう対決してマジびっくりした。本当にびっくりした。運命、運命だよ、運命だよ。今更かい。マッチングしたの。そうマッチングしたの。すごいすごいし、本当にびっくりした。その中に会いたかったね、赤堀青海ファンの方、ファンの方っていたのか、いるかなそれ一緒にやった人。いないよねさすがに。いたらすごいくない、本当に。当たった時、私と当たったの昨日。竹正さん当たったの、すごすごいのか。そうテレパシーが伝わっちゃったんですよ。オートでした。いやオートじゃないんですよ、オートじゃないですよ私。オートじゃないわ。ウケるんだけど。あそっか、2人の同時にきらめきだかときめきだかなんかメモリアルみたいなもらえるんですよね。反応めっちゃ良かったしね、基本反応早いんですよ。よし、ショールームの話に戻そうか。大富豪からガチャしました。したよ。違ったみたい。違ったんか。ときめきたいね。じゃあ後でやろうね。今日やろうね、いつか。今日のいつかにやりますね。じゃあ今日中にやります。で当たった方がすごい時間のね感覚的に合っていたということで。いつかそこ大事だよ、大事。ん？キミちゃんのときメモ、あときめきメモリアルか。タイムスケジュール遅刻はない。遅刻はねしないですよね。8時で。あと15分後にやるってこと。いつか無理。そうね、これからねショールームイベントがねあったらね、同期とかがもしチャレンジするならね、教えてあげることが、教える、教えてあげる、ん？教えられることができる
多少はできると思うのでね、あれ助けれたら、助けるっていうかお手伝いすることができたらいいなって、すごいすごいすごい思ってる。協力って協力なのかな、協力する、教えてあげたりね。2位も雑誌乗れる、そう乗れます、乗れますです、乗れますんです、嬉しいです。配信後に5分おきとかに決めたら OK？ どうする？8時って言うともう15分後になっちゃうけど、私この端末でやってるんですよね、このショールーム今配信してる端末でやってるよ。そう本当にね、助けてもらったから同期に。オリジナルアバター作りませんか？あと364日ですね。端末これしかない、うん、なんかもう一個の方でショールームをすればよかったんだけど、こっちの端末しか大富豪が入ってなくて、そういうこと。星集め解除きた、本当？いいよーだ、いていいですよここにずっと。アバターイベントあるの、あるんだ、そうなの、知らなかった。 P4 やキューキメンバーを支援します。そうだね、一緒にね応援しよう、キューキ。アバターイベントやってんだ今、知らないんですよ私、どうしよう、知らないな。で振り返り、さあ振り返れたっけ私ちゃんと。振り返ることができたでしょうか。P4U ね、何していいかちょっといまいち分からなくて、私普通のイブなら50円で歌えで、キミちゃんならワンキル、どういうことこれ、何これ、どういうこと、50カウントで作れるってこと、違うか。違うな、そりゃな、どういうことが分からなかった。大体ってここ本当に早すぎて、私も写真振り返ってなんかようやく思い出したぐらいで、早すぎて本当に早かったな。1日目はまあまあ覚えてるんですよね。2日目、3日目、4日目とか覚えてる、覚えてるには覚えてるんですけど、なんか記憶がこんなんかなんていうの、あの1日目とか2日目と4日目の記憶みたいながぐちゃぐちゃになってしまっているかもしれない。イントロドーンサイン会またやって、あいいよやるね、またそうだ、ぐちゃぐちゃになっていってるかもしれないんですよ。だからな、どの髪の毛のどの配信とか、どの服のどの配信とかは分かるんですけど、記憶がない、記憶がないというか、ちょっとねパパパパパってね、あれ早すぎて、記憶の私の頭には。でもね全然後悔はねあんまりない、あんまりっていうかないし、私がもう少し早く立候補してれば結果違ったのかなとかも思ったりもするけど、もう楽しかったし嬉しかったので、もうそんなのねいいんです。ほんと皆さんのおかげでね2位になれたのでね嬉しかった。ツインテール可愛かった、ほんとか、おでこ最強。みんな何の頭が好きだった、何の頭好きだったんですか。楽しかったね、ほんとにね楽しかった。もうなんか私めっちゃ楽しんでて、途中からショールームをね、そう普通になんかいろいろ考えたりしたんですけど、こうやって喋るのが一番楽しいなと思って、ショールームで途中からあんまなんかそういういっぱい考えてやる系をねあんまやってなかったんですけどね。今の髪型ゆき、やったおでこ出し、羊かサイドポニー、でこ出し、握手会でもやってない、 OK やるね、できるようになったので。でこもか、
ベル高い。何が？お団子。まあね、いろんな頭をね、これからね、やっていこうと思います。ありがとうございます、いっぱい。ネイルかわいい、ほんと嬉しいけど、めっちゃ汚いです。かわいいけど、かわいい。誰かに電話して。無理携帯今無理ですシール貼ったの？貼ってないですよ。メイクトーク紹介楽しかったねえ。そんなこともしたな。2日目ぐらいだよね確か、私の記憶では。来ないですね電話配信。皆さん来ないです、来ないです本当にちょっとね、今携帯電話できる端末でやってるんです。なんか顔変わった？変わってないか。手に目書いてたね、書いてましたね。てか本当に皆さんありがとうございましたっていうことを伝えたいんです。8時から愛配信する。本当？あと7分だね。40がやらなくなった。やったー、切り替えてよ。無理やで、無理です、切り替えれません切り替えれません、無理です、できませんできません、諦めてください。また今度ね。コーラがシュワシュワ言ってる。たくさんルーズリーフに書いてたけど捨てちゃうの？半分ぐらい取ってある。なんかこのイベントで私のことを知ってくれた方もね、ちょっと光がすごいんですけど、ちょっと光が、そう、私のことをね知ってくれた方もいるのかな。います？今いる今いるかな。ちょっと前髪分かっちゃった。います、います。そうだからね、なってやってよかったなってすごいね思ったし、それだけで意味あったなって思いますね。順位とかは置いといて、そう、参加した意味がねあったなって思います。顔と名前は知ったもそれだけでね嬉しいですよ。顔と名前を知ってくれてる、もう顔だけでも嬉しいですよ本当にね。皆さんに全て助けられて、私はねこの順位になることができたし、1週間配信することができたって、本当に一人だったら無理だな、無理だったなって本当に思うので、本当にありがとうございましたって話です。言いたいことは。フォロワー結構増えたね。そうね、で ぜひ Twitter とかもインスタとかもフォローしてくださいね。フォロワー増加数、もともとがねそんなみんなと同じぐらいあのねの量ではなかったのかな。そう、気にしたことなかったかもしれない、あのショールームとかのフォロワー。カミフレで活動してね、カミフレね大好きだから活動したいですね。お、カミフレ勉強してます。私にいつでも聞いてください。コウジさん、タワーありがとう。コウジさんありがとう。これからも勝負続けてね、またやりますね。こうしてみおまるさんもねカミングフレーバーで1位だし、私もね2位にさせてもらったので、カミングフレーバーのこともね、皆さんに知ってもらえるようになったらいいなって本当に思います。コウジさんありがとう。こ
ちらこそありがとうの多分私からも束を差し上げたいありがとうみんな、こんな長い時間配信やってるの久しぶりかもしれん、そんなやってないんだけど。フレンズもね髪の毛フレンズ、カイサさんありがとう、カイサさんありがとう、いっぱい束余ってますね、いつかいつか束立てますわ私もありがとう。もう黄色いハートはない、そうね、黄色いハートはイベントだけだったんでね、そうだるまがね最終日にねたくさん皆さんが投げてくださって、だるま祭りみたいな海みたいなパパパーっていうのがすごくて本当にありがとうございます、爪映っちゃった、ありがとうございますって感じ。100本立てちゃうからね私、気持ちで気持ちで100本立てちゃうから、劇場行ったら隅っこに私のタワーが立ったらどうしよう、立ってるかもね、佐々木さんとりょうはさんが来てくれたのも本当に嬉しかったですね。なんかあの時私あの競ってたってか2位の時だったんですけど、ずっと1位と2位をねあの往復っていうか1位にさせてもらったり、2位に落ちちゃってもまた1位にさせてもらったりみたいなのをあのね続けていたんですけど、2位の時だったんですけど、なんかまあ上に1位になりたいなって思ってたけど、なんかそれよりもりょうはさんとさきさんの電話が楽しみすぎちゃって、もう楽しくて楽しくて楽しくて本当嬉しくて楽しかったです。ピンクダイマンそうね、もうねさきさんとの電話もさきさんとりょうはさんとの電話も楽しくて幸せな時間でした、とっても。キミちゃんになりたいと思った、本当いいでしょう、3人で配信ねできたらいいですね。コメント読んで回すな。皆さんいっぱい投げていただいて本当にありがとうございます。もうね全然いいのにみんないっぱい頑張ったじゃないですか、本当にありがとうございます、投げてくださって。もう投げれません、いい点でもね本当皆さんからねいっぱい受け取ってありがとうございますって感じなので、皆さんいっぱいありがとうございます。さとちゃんさんとまわさんとキンキンさん、マコポも、おみんなそんな大丈夫かありがとうございます、ほんといいですよ、おいしいご飯食べましょうお家でね、お家でご飯、そうですね、カレー食べた、食べてないよフフフ、面白い。そういつかね、今回はね皆さんのね皆さんのおかげであの雑誌に載ることができたんですけど、いつかね皆さんの力を借りなくても自分の力で載れるようになる日が来るように頑張ります。いいよみんなカレー食べて食べて食べて、そうみんなのね力を借りなくても借りるんですけど、そうねこういうのじゃなくてもあのねまた乗れるようにね頑張るんで、みんな応援してねそれをねブログに書き忘れてしまいまして、昨日赤堀君はそれを言いたくて
だからよろしくお願いしますっていう話っていう話ってパクってます。今日目の周りキラキラしてるね。そうキラキラしてるんです。目の周り応援してください。応援してくれるいっぱいありがとうございます。皆さんフォローしてくれてありがとうございます。よかったら SNS ねフォローもよろしくお願いします。ゆうじさんバラありがとう。もちろん何の話したっけ。もちろんもちろん。ひろきさんかわいい。初見の方ありがとうございます。今ありがとう配信中です。あこれかわいいんでしょここの指きれいだわ。そうね、皆さんにしてもらえたチャンスだし嬉しいけどね。これからまだまだね、ちょっとこれからですよねね、団結力が高まるね。皆さんねちょっと仲良くなれた気がするんですけど、皆さんはどうですか。爪かわいい。え、でしょでしょかわいいでしょ。アンケート書きまくる。そうなんかアンケートとかって結構ね重要って言いますもんね。初イベント参加、そう 初イベだったんですよ。そうだからね余計にねなんか嬉しいですね。きみちゃんかわいい。やった時間ありがとう。カルピス飲みます。うん、 SK の推しメンになったよ。嬉しいですね。ありがとうございます。ほんとはい、クエスト公演やりたいですね。見に来てね。カルピスとこれ混ぜてもし後でやります。あるのでまだね。9期で昇格してる人何人。 1,2,3,4,5,6,7 人です。いや合ってますよね。 1,2,3,4,5,6,7 合ってるか。本当にね皆さんありがとうございます。ありがとうって何回言ってもさ本当にさ足りないぐらいありがとうって気持ちがでかすぎて本当にこれから一生言い続けそう。恋の呪文な読めない人読めない人とか言っちゃった。ありがとうございます。7人あってよかった。 S3 人 K2 2人 E2 人です。キミちゃんがスキピーになりました。スキピーってのはギャルみたいなの。ありがとうございます。お疲れ様ありがとうございます。読めない人ごめんね。なんて読むの。ゆうじさんキミちゃん支援中さんありがとうございます。まだゆるゆるの表情がありそうで怖い。はっはー、わかんないだろう。ふふ本当にねありがとうございます。髪の毛切れシャンプー何。え、またちょっとどこかに載せます。そうすごいねおすすめのシャンプー、ちょっと名前がねパッて出てこない。踊ってるきみちゃん最高ね。最近ねあんまり皆さんの前で踊る機会がないのでね、またこのねこの期間にね私のことを知ってくれた方もねぜひ踊る私にも会ってください。演説中には言えませんでしたは、ちょっとわかんない、ちょっとわかんなかったです。
今実家暮らし、イエスイエス。 K2 でしか見たことがないが S 公園に来てね。 S 公園エコパ行ったらよかったよ。エコペ行ったらよかった。来たのかな、来た方なのかな。来てくれてありがとうございます。私の地元劇場再開したい。スキー劇場来てください。本当に来てね。料理できないですよ料理はできないです。そう S ですよ私チーム。みんなカラオケめっちゃ期待するやんイヤホン持ってきてないです今日、ごめんなさい。なんかイヤホンないとできないみたい。できないのかな、ちょっとやったことないからやり方もわからないんですよね。これでスカイの倍率がやばいな。やばくなりますやばくなりますかね。で今度イヤホン持ってきますごめんね持ってない今日。SNS で我慢ですね。マジでフィンランドしないからやめてやめてやめて、ほんとしないから。ほんとしないからマジやめてマーコポーン誰もありがとうございます。マジでしないから私。自粛終わった名古屋行くね。名古屋来てください。美味しいものいっぱいですよ。待機してしてもイヤホン持ってこないです。期間過ぎて驚く。え、だってしないですもん私フィンランド。ツアーでやってないですもん。やってないですフィンランド。ね、マジでしないから。前振りとかじゃなくて本当にしないから。マジで本当に本当にやんないからね。もう何を言ってもしやんないからエコパはね、さっきさんフィンランドやったですね。私はあれやりました、あの狼とプライド。みんなココナに洗脳されすぎだってあれはココナがやるからいいんだよ。みんなココナがやるからいいんだよ。フィンランドはなんでも言うこと聞いてくれた、あの頃のあのまま言うこと聞いたっけ私そうココナがやるからいいんだよみんな、私がやってもダメだよ。フィンランドに見たくなってみんなココナのルームに行きましょうね。ここはねフィンランドではありません、日本です。ねキミちゃんに会うと何ね、キミちゃんに会う歌もねいつか見つけていきたいですね。本当に本当にやんないよ本当にやんないですよ。もうありがとうございました皆さん。本当にね1週間イベント期間中本当に皆さんありがとうございました。皆さんのね、あの皆さんが助けてくれなければ私は本当にこのね順位になることもできなかったと思うので本当にありがとうございました。配信ないのが寂しいね。昨日ね一日配信してなかったんですけど、今日も午前中もねとか配信してなかったけど、なんか配信してたからずっと配信してないというか私何やってたっけって思っちゃって、そうだからさまたするねって話。最低月1でやって受けるやるよ。そう本当楽しかったです1週間。みん
なそんな毎日私のこと見たいんですか？そんなにみんな私のこと毎日見たいんですか？ウケる、見たいって。本当よかった、嬉しい。こんなにたくさんの方が見てくれてるんですか今この配信を。だってコメントのアイコンがさ全て違うんですよ。衝撃受けてるんだけど、こんなに見てくれてるのか、嬉しい。ちょっとちゃんとするですね、するですね、ちゃんとするです。すごいですね、本当にありがとうございます。皆さん毎日配信無理でしょ？イエス無理無理。無理やで。毎日やったらちょっと私はねやれなかったと思うんで、皆さんが私を見たくなる頃にやりますね。あと7日間をね、1週間、本当にありがとうございました。本当イベント参加してよかったってすごい思います。レア、そうレアキャラ、私レアキャラ。嘘、月1はねちょっとね本当にね反省をしていました。私もあの月20分っていうあの合計のグラフを見た時の衝撃えっって思って、これしかやってなかったのって思ってびっくりしました。そうグラフみたいなのを見つけて、グラフっていうか表みたいな、月どんくらい配信しましたみたいなやつで、3月は結構配信したんですよ。あのこのねお家にいる時間が長いってこともあって、2月を見たら本当になんか10分10分みたいなで、20分しかやらない時もかあってびっくりしちゃったよね。改めて聞いて、キミちゃん魅力的な声、本当に低いんですよね声、でも歌うと高いんですよね、謎な声です。本当ね、皆さんありがとうございました。誰推しなんだろうね2月忙しかったね、エコパと、エコパとツアーがあったんだ。エコパとツアーと紙フレの単独もね中止になっちゃったんですけど、あったから、そうね、いろいろレッスンしてましたね。そういえば悲しいですね、やりたいですね早く。エコパ昼だけ行きました。お、昼来てくれてありがとうございます。髪フレ好き、私も大好き。下の名前なんて読む？あの赤堀君恵です。キミエです。はい、あのすごいね、あの変わった名前で生きております。皆さん本当にありがとうございました。欲ありもねリハもしてたんですけどね、欲あり、そう欲ありのリハをしてて、そうなんか正規メンバーになる前だったから、なる前だけど3月から正規だからって、正規のリハに参加してやってたんですけど、それもなくなっちゃって。メイク前に去年うまくいったの、メイクありがとうございます、分かってくれる人がいた嬉しい。キミちゃんって呼ぶね、キミちゃんって呼んでください。もうそろそろあれ長い、もう結構やってる1時間だ。どこがいいんだこれ、どこにいればいいんだこれ。1時間超えたら負けです、負けじゃないです今日はね特別です、光が飛んでちゃった、今日は特別だよ1時間。
もうちょっとでね、やめよう、やめるっていうか、もうちょっとで終わりますね。じゃあなんか伝えてないありがとうあるかな、伝えてないありがとう、うん、伝えてない負け、まあ、負けとか言っちゃった、負けって書いてあるから、伝えてないありがとうあるかな、ありがとうありすぎてもう伝えてないありがとうもわからないけど、ありがとう、いっぱい伝えたかなありがとう伝わったかな、本当に皆さんありがとうございました、とっても嬉しかったです、本当にね、ありがとうございました。第2回ありがとう配信、そのまだねするね、ありがとう配信、本当にねありがとうございましたね、早く握手会ねできるといいですね、伝わってよかった、え、好きに入ってくれてありがとう、そんな壮大な、こちらこそです、本当に私のことを知ってくれてありがとうございます、カレー配信私1位じゃなかったけどカレー配信していいんですか、しますよ、言ってさ、カレー配信、あのね、オフィスってか事務所に行けるようになったらね、すぐにココイチに行けるのに、では皆さん止まっちゃったけど本当にありがとうございました、ランキング読みますね、13位シャガーさんありがとうございます、ありがとう、ありがとう12位トッキンさんありがとうございます、11位ヤッホーさんありがとうございます、10位ナオナオさんありがとう、9位カズさんありがとうございます、これ見えてる、8位ヒロさんありがとうございます、7位キンキンアットマーク赤きみさんありがとうございます、赤くんか、6位ママさんありがとうございます、5位マコポンありがとう、4位平野先生さんありがとうございます、3位ケロヨンさんありがとうございます、2位田島春さんありがとうございます、1位コウジさんありがとうございます、皆さん本当にありがとうございました、ん、期間過ぎても、あ、そう読めるわ、もうもう読めるわ、ってことで皆さん本当にイベント期間の1週間、そして第2位本当にありがとうございました、皆さんのおかげでとっても楽しい嬉しい一生忘れない思い出ができました、これからも応援よろしくお願いします、この、ね、期間が終わってもね私のこと応援してください、はい、スクショした、本当にありがとうみんな、次はねすぐ近いうちにやろうと思ってるから、本当ありがとうみんな、ありがとう皆さんの方がいっぱいあれですよ、頑張っ、皆さんが頑張ってくれたからですなので、皆さんの方がいっぱい休んでください、ありがとう、みんなお疲れ様でした、皆さんお疲れ様です本当に、寝てないでしょ、早く寝てください、ありがとうみんな、本当にありがとうね、バイバイ、バイバイっていっぱい来たらちょっと切りますね、バイバイみんな、バイバイ、ありがとう、大富豪ね、ツイッターで言うね、ありがとうございました、バイバイ。